よっしゃ、じゃあやるかい。3週間ぐらい日常のやつ、3週間日常4人対戦やるか。グッチグッパで決めようぜチーム。まあ順繰りしてっていくぞ。グッパグッパグッパ、お前らお前らさ通じないんだからはい、グッパグッパグッパッパ。チョキがおるんだよ、チョキ出すやつがあるかい。なんで遠いの2人ともてかあれやん、おい暗いかチェーニングシティスカイラインスイッチとかプレフォーでもできるやん。でもあれ広さ狭い、あのマイクの音声全然拾ってない。もうちょっと近く言ってくれないとマイクの音声拾ってない、声的にも。アルカディア、だってクラ君の声が届いてないもん、この距離でも遠すぎるから、あのさ始める前でさ、いろんなもう初動もう初問題発動するのやめろや自分パソコンのモニター見んだからさ、テレビ見えんだからさ他の人は。とりあえずクラ君、ここ勝たな、一生負けやで多分。俺ここ勝たなね、一生負けになるで多分この感じは。クラ君か、勝たしたいな。クラ君やで勝たしたいけどな。アルカディアを勝たしたい。うん、勝たしたいよ。アルカディア。まあいいんじゃない？いいよ。クラ君でもアルカディアでも変わんないと思うけど。本名が呼びやすいだけでしょ。さあ行くか。アルカディア、俺の名前は。何やったっけ。俺これ引っ掛けできやんねんけど。なんさ、トンの何回目だよ。そのトンの何回目だよ。アルカディア、俺の名前は。さあクラ君頼むわ、相方、俺の相方頼むぜ。アルカディア、彼の名前は。ちょっと近寄せとこうわ。自分いや敵を誘導しとく。自分声バカでかいからさ、誘導しとくわマイク、もうちょっと。敵を今誘導しとくのよ。お気に入りチーム。今回はお気に入りでお願いします。伝説で倒そうなって。あーレジェンドもいいよ。じゃあレジェンドでいいよ、勝てんならレジェンドでいいんじゃない。確かにいいよ、別に今戻れるからね。今 B で戻る、 B で戻れる。でプラスマイナスで上に上とか下に行けるゾロール、いろいろコンセプトがあるんですよゾロール。で十字キーの上が攻撃系のインチキ、下があのゲージあるやん、あれのインチキ。ええ長押しで。アルカディア、俺の名前は。でチーム的なね、だ正直ねチーム的なもうみんなイーブンになってる。だってこの俺が組んでるからね、この俺が組んでるから。あと技術の問題、ちょっとクラックのチームが弱めだな。ヨッピーやん、アンナちゃん。あ、え、アンナちゃん、アンナちゃん、ヨッピーちゃん、ユピちゃん、ちょっとレジェンドですか。ちょっとちょっとやめてくださいよ、ちょっと。なんすか、なんすか、なんすか。ちょっと待って待って、あれこれこれ、トウカさん、トウカさんはあの応援をすることしかできなくない。応援、ちょっと待って。え、あのさどういうコンタンスかユピさんちょっと待って、あのさ前回確かにそうです、2人をボコしたことあるんだけど俺。前回俺ボコしたことあるよね。やっべやべ、俺逆を、この逆をされるの。相方の意思を汲み取ったで。やべやべな、ヨッピーやりやがったなお前。クラ君任せろ任せろ。クラ君って書いてあるかそれは。いや読めないでしょ、二人には読めない。まずただクラ君インチキは任せて、ちょっとコマンド入力待っていいよ。俺そんなでいいんか。自分が指示してくわ。いや、こいつはコツさえつかめば勝てる。コツさえつかめば勝てるけど、コツがわからんと無理やな。ゾーマやばいでしょ、ほらもうやばいんだよ、こいつ。ちょっとこんなん待ってていいよ。龍のチームに命令を与えるのだ。前、ボコしたよね、確かに。トウカさんとヨッピーボコしたよね、こいつで。こいつには必勝法がある。魔法ばっかなのは知ってるもん、だって
ゾーマの今赤技なんでしょ。二つも呪文ここで知識を出しておくぞ。いくぞ。微妙だな、カーショっぽいな、こっち。いいよ、ファイナルブロー、当てろ当てろ、しっかり当てたい。んー、よっしゃよしよし、いけ、クラ君、え、エヴァさん、はい、オッケー。弱っ、弱ないか。いやー、きついなー、これちいよ、これくらまん、大丈夫、ここくらまん、このターンは何もくらわない。相手の技をかき消した。いやー、でもこれきっちいなまさか逆をされるとはこの前やったもんね、二人に対してボコボコにしちゃったねなその復讐が今、だってよくこれ無言だもん、これ真顔だもん。いや、ずっとやもん。一緒の方、あー、バギーマロンか。 B 技タイミングをこうして、ゆっくり、大丈夫、ちゃんと見る余裕ある。 OK、 これ勝てたら、クラ君いいよ。メラミかかっこいい。よーは嘘でしょ。待ってて、A 選ぶぞ。 A、A、B。 今はスペシャルカードを使えないぞ。なるほど、いくか、必殺技よこれ二人をね、ボコす。あ、なんだとなんだとなんだと。だいぶきついかもなこれ。はい、 A、 OK。 ダメージ出ないね全然、さすがゾーマ。いや、これ怖いなやばいんだよこれ、これこのターンやばいよ。どうだろう、大丈夫かな。弱点取られてんな、でも何台か。いい、よよ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 よ。いやー、これ負けてもでも相方のせいにしないから、負けても自分相方のせいにしないから大丈夫だよ。きついかもなー、 B 技で。まだ大丈夫、結構ゆっくりくる。あ、まあ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 、やったぞ。お前よけんな、何あの顔何やこの顔やばい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 、しょうがねえなー、これはもう。もう2人が知らない技術使うか、次のターン。うん、え、オッケー、素晴らしい。いいよまだ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 いけるよ、まだいける。任せて、知らない技術を使ったろ。あ、あれね。あ、ええー、嘘、そっち。A をしていい、 A、 そうでしょ。ああ、クラ君、 B リムコンを振れ。 B リムコンを振った方が勝ちだ。よし、クラ君、違和感に気づかなかった。え、こっちの違和感に気づかなかった。傷取ったよ、うん、あの、私連打してましたね。これ2人加算なんですよ、このゲーム2人加算なんですよ。トウカさん触れてないでしょ。いや、勝ったなと思った。トウカさん触れてくれなかったからよかった、勝った勝った。なんでヨッピーの方がうまいんだよ、知らない技術。間違えた。しゃあないしゃあない、でも、いや、でもこれいける、ワンチャンある。泣くのはそっちだよ多分。泣くのそっちやと思うけど。強いから泣かん。でもこれね、わかんないな、削り切られる可能性はあるからね。削り切られる可能性は一応あるのか。炎が弾丸のように襲いかかる。これはあまり効いてないぞ。これ確かに
4ターンあれか、1点入ったら絶対痛くさあ、どうしようかな、待つか、いいよ、普通にいて。確かこのターンね、一定つくかどうか確定。4ターン目はゾーマは絶対いいよ、この師匠なんで400ぐらい持っていけるからね。押して、ああ、忘れてた押して、本当に、本当に頼む、頼む、クライカ君頼みます、本当に俺の方か取り戻していく、これ回心的に取り戻していく。ついなきちぃ、これは耐えるかな。1000ぐらい取っていくかな、たぶん。うわ、1000超えてんのか。これは氷を取って突進。これはあまり効いてないぞ。ワンチャン技を封じに行く。オッケー行ってつかどうやろ、たぶん。凍てつく波動を放った。勇気が失われていく。すべての効果を消し去った。おお。トウカさん暇だもんなこれ。すげえトウカさん暇になるんだよねこれ。一人大魔王使っちゃうと。トウカさんすげえ暇そうだもん。二人で一つ。そう、二人で一つの割には全然見てないけど、携帯見てるぞあいつ。ま、任せて。これでいけるかどうかわからん、ちょっとわからん。でもクラッと勝てるかもよこれ、意外と。インチキですこれが。もう一回天使の歌声が響き渡る。うおっ、うん、大丈夫かな、大丈夫かな、溜め始めたぞ。促進になるじゃん、次。耐えるしかねえやろ、気合で耐えろ、ほんとも。当てろ、しっかり当ててほしいな、主人公当てろ。ゾーマの次なんだろう、あーいいね、 B 技。 OK、 いいよ、いけるよ。貯めるのあと怖いんだけど、何くん貯めるのあと何くんだったか、5ターン目何くんだっけな、もう覚えてねえ。4ターン目までしか覚えてねえんだよ、ゾーマは。あ、いいね、だいぶ出るよ、バイキューとしたら、ね、めっちゃ出るなだいぶ出たな、主人公並みに出たの。攻撃、バイケット上げたいで、ね、いけるいける、これ勝てる、これ勝てるな、溜めた後やるな。いやでも大丈夫、耐える。はい、オーブが勇気で満ち溢れた。はい、いやー、僕にゾウまで挑んでくるのが間違いだったな、残念でしたゾウも足してるからわざとな、足の仕事終わった。クラ君でも頑張った、いや本当に頑張った、クラ君しっかり頑張ったよ、うまかった、よかった。勇気ためんのはまずクラ君試合やねな絶対。たださ、一つだけ言っていい、ヨッピーとのあの2ターン目の心理戦何ヨッピーとの心理戦何、2ターン目に。あ、ギガブレイク、そうそう、ゾマには3の勇者ですよ、やっぱり。ショーマリーナイトル。クエストアイ大魔王で来る、なんかさ、開幕大魔王で来ると思わなかったんだけど、一つだけ言うとそれだけは予想してなかったわ。あ、そう、大魔王使うって思った。よかった、でもダークドリアムやったら勝てやんだと思う、ドリアムやったら無理やった。